おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。最終章前編 B パート、ソウ、アリス、生存、ダミーズ、全死亡ルートに行こうとしてると思われるです。前回ね、メイプルちゃん戦1回目で、失敗して車田さんのお腹が大きく開いたところで終わりましたね。ということで、エレベーターで上まで来たので、ID カード差し込むところからだったよね。よし、やりましょうか。ほい。レベル2を解除するには ID カードが必要だ。これを使えば。ID カード認証に成功しました。よし、本物だったんだ。で、真っ暗になっちゃうんだったね。そうだそうだ。あれだよね、シャッター閉めて棺開けるっていうのがこの監視カメラ越しじゃ分かんなくなっちゃったっていう話だよね。え、おい、監視カメラの映像が消えちまったぞ。なんだと。いや、他の機材は動いてるね。問題ないさ。消えたのは監視カメラだけか。で、これだったね。あ、これじゃないね、こっちだね。モニターには棺管理システムと表示されてる。で、シャッターを操作でいいはず。閉じる。こうすればメイプルが墓地に入ってくることはない。刑事さんの安全は守られるな。で、閉めた。とシャッターを閉じたよ。どの操作をするの？棺を操作。まとめて操作できるよ。どうするの？開けます。開ければ刑事さんは救える。迷う必要はない。このために危険を冒し、みんな傷ついた。これでダメなら、誰も救われない。刑事さん、すべての棺を開けたよ。これで、棺は開いたんだよな。そのはず、だけど。映像が消えたから、何とも言えんな。ああ、そうだったね。ダミーズのあの犠牲者のビデオとかディスクが流れるんだな、ここ。あっ、なんだこれって。犠牲者のビデオ、俺たちが死んだ時の映像か。やめろ、こんなのもう見たくねえよ。映像が止められない。ほら、目を覚まして。これは全て君たちの身に起きたこと。影山蘭丸くん、君は生き返ったんだよ。生き返った。そうさ、記憶はあるだろ。なんかぼんやりと。君は設定された寿命まで生き続ける。じゃあまた死んじまうってことか。もしも屍に戻りたくないのなら、ゲームが終わるまでにペアの相手と入れ替わるんだ。入れ替わる。彼女を代わりに死体にするといい。ペアを殺すんだ。ペアを殺す。頑張ろうね。なんだ今のは。一番最初、私たちが緑に生み出された瞬間だよ。あんな風に自分の最後を見せられて、それで恐怖を植え付けられたってことか。ひどい。改めて思う。最低なやり方だ。こんなものを見せられて反抗する気なんて誰が起こせる。映像の中で死んでいるのは自分なんだ。くだらねえ。なもう分かった上で協力するっつったんじゃねえのか。それは。ふざけやがって。
てめえの覚悟はそんなもんか。車だ。まあ、もう、どうでもいいか。どうせ、俺は死ぬ。とっとと、ID カード、あのクソ女に返してこいよ。そうすりゃ、ボスを。やっぱり、限界なんだ。でも、それでも車田さんは、まだ生きている。どうすれば。車田を置いていく、車田を直す。みんなは残ってくれ。車田を直すって言ってみるか。みんなは残ってくれって前回言ったんだよな。車田を置いていくはちょっと選びたくないので、車田を直す。このまま放ってはおけません。車田さんを直してから。どうやってだ。終わりなんだよ。さっさと行け。まだ動けてることが不思議なくらいなんだ。サラさん、僕たちが残ってもしてあげられることは何もないよ。行くしかないかもな。アリスさん、俺たちが救えるのだとしたら、それは下の階にいる奴らだけだろ。私たちはやれることをやるしかない。ごめんなさい、車田さん。あー、ここカンナちゃんが生きてたらカンナちゃん残ってくれるんだけどね。そっか、ソウさんとペアだとソウさんはここに残ってくれないんだ。なるほど。さっさと行け。行くけどさ、なんかな、分かっていたとしてもちょっと辛いものがあるよね。で、確か下降りれないんだよ。あれ、ボタンが反応しない。何？なぜ停止してるんだ。メイプルが壊しちゃったの。どうしたらいいな。このままじゃ筋肉ゴリラも、おまわりさんも。一度戻るしかない。制御室の機械でエレベーターを動かせるか試すぞ。急がなきゃいけないのに。行くぞ。あ、ランマルくん、どうした？あ、ここなんかな、意味深にちょっと無言なんだよな。ランマル？どうした？立ち止まって。そうだな。行こうぜ。ここだよ、問題は。その後に、俺たち二人が生き残れればって、他の奴らなら殺せるぜ、みたいなことをさ、言うもんね。戻るぜ。車出す、あれ、あ、いる！あー、そうなんだ。前回のカンナちゃんが生きてるルートでメイプル戦成功してた時は、なんかどっか走って行っちゃうんだよね、確か、車田さんって。二人ともどっか行っちゃうんだけど、さすがにやっぱ致命傷すぎて動けなかったってことか。てめえら、なんで戻ってきた？落ち着いてください。出て行けよ。くたばるとこなんか見せたくねえっつうの。それともなんだ、俺が邪魔だから出て行けっつうのか。見てられないよ、こんな争い。 AI のシンくん、月見シン、みんなに話がある。あ、この展開知らねえな。おー、新たな展開。なに？
いいかい。よく聞いて。ああ、充電の話か。車田くんを生かす方法があるんだ。は？充電だよ。充電。ちょっとそっちの画面を見て。ああ、どうなんだろうね。ちょっとさ、前回のやつ見に行ってみる。あれ、変わんないんだね。成功してても失敗してても、ここの充電の減りは同じくらい。ここから減りが早くなるのか否かっていうのはその壊れてる部分次第ってことなのかもしれないけど、今の状態ではそんなにもう全く変わらないっていう状態かな。ほら、これが車田直道くんの情報だけど、頭部は深刻なダメージがない。胴体には大きなダメージがあるものの、バッテリーはまだ動いているでしょ？つまり、充電さえできれば延命できるんだ。まあ、損傷が激しいから、どれくらい持つかわからないけど。あ、パーツ外してみる？腕とか。ふざけんな。ボクサーにとって腕っつうのはな。ああ、もちろん冗談で。充電器がこの階のどこかにあるんだ。いっぱい探索したけど、そんなのどこにもなかったにゃ。あれ、おかしいな。まだ探索してないところはないの。まだ探索してないところか。まあ、ロッカールームの中でしょう。ロッカールームの中はどうだろうか。狭いし、すぐに調べ終わったけど。いや、部屋のことじゃない。ロッカーの中身だ。そんなの解錠できなきゃ調べられないわ。いや、それならできるかも。ID カードを使うんだ。え？番号を忘れた時とか、その ID カードで解錠するはずだからね。だが待て、妨害者メープルはどうする？エレベーターが動かないからって、放っておいていいのか？エレベーターか？おかしいね。だったら、舞さんのデータをさっきの画面に表示できますか？そっか、待ってね。これが舞さんの現在のデータだよ。よし。少なくとも今舞さんは無事ってことですね。うん、壊れてたらドクロマークが表示されるもんね。それは知らないけど。じゃあ、筋肉ゴリラも。舞さんと一緒に、どこかへ隠れてるかも。なら、先に充電器を探すしかないだろう。このまま見捨てるのも、胸クソ悪いからな。お前ら。僕はエレベーターの操作ができないか、コンピューター内部にアクセスしてみるよ。そんなことできるにゃ。もちろん、これは秘密だよ。君たちを見てると協力したくなっちゃうから、困る。行こう、みんな。もう、誰も犠牲にしない。いや、シンくんのね、AI のシンくんと、この、今の日和総くんの違いは、純真無垢かどうかよ。ね。ただのいいやつなのがシンくんで、もうちょっといろいろあったりとかトラウマを植え付けられすぎてもう闇落ちしちゃったのがそうくんだ感じがするのでね、ちょっと喋り方に違いをなんとなく設けてるんだけど、分かったら嬉しいな。さあ見てみるか。ここのロッカーが ID カードで開くにゃ。充電器探してみるぞ。オッケー。あ、道路発見でん。はい。でここはセーブして、灯籠をもうスイッチつけてみる。で、いいはず。サラ姉ちゃん、何か音がしないわ。音？あ、ドアが閉まっちゃったわ。また罠かよ。いい加減にしてほしいぜ。まずい。このままじゃ、あの時みたいに。やっぱり嫌にゃ。任せろと言いたいところなんだけど、ここもおそらくゲームオーバーになると思うんで、そのゲームオーバーだけ見たいね。今度は一体どんな仕掛けが。
るんだ、銀。私がいる。信じろ。サラ姉ちゃん。灯籠をつける。ほい。なんだ、光に照らされて何かが浮かび上がってきた。さっぱり意味はわからないが、謎を解くヒントってことなのか。はーい。で、ここから始まると。なんかいろいろ降ってきたにゃ。痛いわね。頭に当たったじゃない。じゃあ間違っていきましょう。大きな王将の駒。将棋に使えなさそうなほど大きな王将の駒。角が尖っているのでぶつけると痛そう。いや、落ちてきたのこれでアリスさんの頭にぶつかってたら痛いね。はい。で、これ間違えた。しまった。どうやら間違えたみたいだ。おー、なに?あ、なるほど。天井の磁力が強くなった。なあ、また首輪が天井に引っ張られるわい。もう苦しいの、やだ。行動して時間が経つほど磁力が増すんだ。そしておそらく、謎解きに失敗した時もな。全員の命がかかってる。慎重に行動しないと。と言いたいんですが、パンダのぬいぐるみ。かわいいパンダのぬいぐるみ。よく見るとリアルすぎてちょっと怖い。を真ん中に入れます。間違っちゃった。ロッカーの中から物が落ちてきた。何これ。魚の剥製。河川などでも見かける船の剥製。釣り初心者などにもおすすめの魚らしい。せやな。入れましょう。で、間違えました。天井の磁力が強くなった。息が詰まるとはこのことね。考えなきゃ、考えなきゃ。大丈夫だ、イブシ銀。俺というか、指導員サラがついてるぞ。アドバイスもらってみる？誰か何か思いつきませんか？そういえば、貴様の灯籠で浮かび上がる影、フロアマップに似てるんじゃないか。フロアマップ？おお、教えてくれるんだ。ありがとね。じゃあマイク入れとこうかな。おい、間違っちゃったね。で、消火器ね。消火器なんて？燃え盛る炎に噴射するとたちまち消火してしまう道具。耐用年数は10年と書かれている。ちょっと待って、もう誤字してるって。燃え盛る炎を消火しちゃうんだって。あの、火を消すんじゃなくて、胃液とかで消火する方の消火になってる。じゃあこれを入れましょう。はい、間違っちゃったと。天井の磁力が強くなった。負けないじゃん。だんだん苦しくなってきた。アドバイスもらおう。お、フロアマップに似てると言ったか。どうだ、部屋の配置とロッカーの配置もなんとなく似ていないか。フロアマップは大きな手がかりだ。読めるようにしておこう。あ、読めるようにしてくれるんだ。なるほどね。読めるようにはしてくれるけど、すまんね。テニスボール入れるわ。黄色くて少しモサモサとしたボール。程よく柔らかくてマッサージにも使える。そっか、いいね。しまった。さあ、どうだ。苦しい。もう限界が近い。力のない銀はもっと厳しいはずだ。アドバイスもらおう。灯籠で浮かび上がる影、フロアマップと比較して考えると、部屋と関連するアイテムがあると思わないか。もうアリスさんがやれ。じゃあ。そして逆に無関係そうなダミーアイテムの存在も。使うアイテムと使わないアイテム、取捨選択は貴様にかかってるぞ、指導員サラ。しょうがないな。一個ぐらいなんか正しいの入れるか。パソコンだったかな、ここ。はい。あ、なんか出てきた。虫取り網。昆虫を捕獲するときに使うネット。虫がまだ好きな子供のうちに使っておきたい道具。ああ、そうだね。虫嫌いになっちゃうからね、大人になると大体の人が。はい。
あれ間違った、なんでだ。で適当に入れるか。ここだろ。えーい、キン君ごめんな。おい、メリー、やい、キン、手を。強い力で上へ引っ張られる銀の手を掴んだ。あ、違う、これじゃ銀の首が。どうすれば、だって離したら。突然銀を引っ張る力が軽くなった。え、磁力が弱まった。いや違う、足が痛い。頭が破裂するような痛み。体内に砕けるような爆音が鳴り響く。霞む視界でもはっきり見える。天井が近づいてくる。あー、ゲームオーバーね。まあ分かってはいたんだけど、いや、よかった、一枚絵とかなくて。いや、あったんだけど、あの物理的な一枚絵、なんていうの、あの直接的な一枚絵がなくてよかったよ。あー、なるほどね。いや、これ1回目で見てたらすげー私落ち込んでただろうな。ちょっともう二度と銀くんにそんな思いはさせたくないのでやりますね。めちゃわかりやすくさ、ダミーアイテムは全部下の段に出るからさ、これ間違いようがないと思うんだよな、普通。オッケー、あっという間だね。首輪を引っ張る力が弱まり、ドアが開いた。苦しかったな。でも、やっぱりサラ姉ちゃんが助けてくれたわ。うん、車だ、直道は。平気だ。ひなこと部屋の外にいたからな。悪運の強いやつだ。貴様に死なれたら意味がないからな。てめえら、本気で俺を。そういや、充電器は、ねえのか。開くんですね。なんだ、ロッカーが。相変わらずからくり屋敷だな。どうするわ。誰か偵察を。誰か偵察をお願いします。ほう、危険が続いてさすがにビビったか。しましま思ってたより勇敢だにゃ。行くとは言ってないが。待って、これにゃーちゃんの目もすごいじとーってしてる、かわいい。貴様、小6のその目は大人に聞く。分かったからやめろ。あ、いいな、ここの組み合わせも。行ってしまった。あー、ここで充電器見つけられると。よしよしよし、オッケーオッケー。んで、じゃあ奥に進みましょう。ここでさ、見れる写真が変わるんじゃないかなっていう。どうなんだろうね。あのレコさんのさ、写真だったじゃん、金庫の中に入ってたやつって。それがさ、アリスさんのやつとかに変わったりするんじゃねっていう考えなんだけど、どうでしょうね。ここは。安全は確保したぞ。探索してみようじゃないか。まずは、じゃあ、引き出し。棚。これ説明書入ってるんだよね、確かね。充電器の説明書。いや、充電器について書いてあるにゃ。ってことは、この部屋に充電器が。あれ、その奥のメモみたいなの、なんだにゃ。何かのメモ。ゲーム開始、青1、赤6、黄0と書かれている。なんだろう、充電器とは関係なさそうだな。で、まあ、金庫があると。あれ？これにもカードを当てるような場所がある。その前に充電器かな。これ、充電器じゃねえのか。え？ドリンクサーバーじゃない？ホットないのか。
ねえ、サラさん。その説明書を見せてくれないかな。あ、はい。ち。当たりだ。やっぱりそこにある装置、大型充電器みたいだよ。ほんとか。しかもこの説明書さえあれば動かせそうだね。マジかよ。僕、嘘は苦手だからね。よく言うわ。散々私たちに嘘つきまくってた男が。残念ながら、君は助かるみたいだ。よかったね。うん。説明書によると、これで一人分フル充電にできる。車田さん。頭かな。待てよ、サラ。頭はまだ大丈夫だ。充電するべきは、胴体だろ。そうだったな。それじゃあ。いや、いい。何言ってるにゃん。早くしないと電池切れしちゃうわ。いいか。考えろよ。このバッテリーがあれば、他のやつの寿命だって伸ばせるんだぜ。いいからさっさと使いなよ。ああ、人数減ったらその分私たちが狙われるでしょ。だからもうめんどくさいこと言ってないで生きれば。ダミーズたちは車田にバッテリーを取り付けた。どいつもこいつも深く考えやしねえ。それ、こんな傷作った奴が言うセリフ。おい、サラ、聞け。フロアマスターは、ドッペルゲンガーに会うと死ぬ。え？一人につき、一つだけ聞かされる、真実の情報。これ何だったんだ、結局。俺の分は、それだ。意味はわかんねえよな。そんなもん聞かされても、関係ねえし。なんで急に、そんなこと。別に、気分だ。ただ、ああ。これで俺を生かす価値は、なくなった。からな。だから他のものを守ってほしいと。車だ。別に勝手にしろってことだ。車田さんはもう大丈夫。あとはメイプルだけ。下の階に行く方法を探さないと。生きてる人によってだいぶセリフとか言い回しとか変わるんだなって思ったね。前確かここアンズちゃんとかがいろいろ言ってた気がするんだよな。だからなんか、ああ胸が痛い。金庫が床に置いてある。さあ、ここに入ってるのは誰の写真なんでしょうか。中には一枚の写真が入っている。え？なんだ、写真か。あの、これ。あ、レコさんなんだね。あ、レコさんの写真であることには変わりないんだね。あ？写真に写る女性、これはどう見てもレコ。なんだこれは。いつの写真だ。この写真、見覚えはないんですか。なぜこんなところに。見覚えはないんですか。それはない、ないはずだ。だが写っている場所は見覚えがある。昔レコがよくバンドメンバーと行ってたカフェだ。撮影者は一体。
明かりをつけてもっとよく見てみるにゃ。銀は灯籠のスイッチをオンにした。うわっ、お、あれ、え、もう思い出すの？あれ、レコさんってもうちょっと後じゃなかったっけ？頭痛くて思い出すの嫌だからちょっとやめてくれみたいに言われた記憶があるんだけど。あ、そうなんだ。早いね、アリスさん思い出すの。説明しろ、貴様。なぜレコの写真を持ってる？やれやれ、困ったな。席を立ってる間に勝手にカバンを開けるなんて。一枚じゃない、何枚も何枚も。フレンドだよ。ほら、単なるデートの写真じゃないか。なら、この資料は何だ？デスゲーム企画、参加者名簿、このイカれた資料は全て真実なのか？ああ、全部読んじゃったんだね。答えろ。レコに何をする気なんだ？さて、どうやって君の記憶を。いいから、答えろ！うわ！2階のテラス席から落ちたのか。くそ、あいつ、どこへ。うわ、えぐい死に方してる。え、でも血出てないわ。ってことはだな、緑の人形は何体もあって、それでみんなに会いに行ってんだ。道理でさ、なんか緑何人いるんだよみたいな、万能説だなみたいなこと言ってた気がするんだけど、ね、レコさんに会いに行ったりとかさ、カンナちゃんに会いに行ったりとか、銀くんのカウンセリングやってたりとかさ、キュー太郎さんのために看護師やってたりとかしたわけじゃん。そんなん一人じゃ絶対体持たないよって思ってたけど、いや、全部人形がやってたんだ。だから本物のその人間の緑は、どこに行ったんだい？一体。アリスさんが殺す前から、もう緑はいなかったってことなのかな？それとも緑本人はまだ生きてて、どっかにいるのかな？でも一回名簿から名前が消されてるってことは死んでるってことだと思うんだけど。だってさ、今思い出したけどさ、この、今左目が貫通してるじゃん。あれだよ、刑事さんたちがさ、探索するときにさ、緑の頭が出てきて、左目の損傷を治しておきましたにゃんみたいなさ、メッセージあったじゃん。多分それこれのことだよ。この頭のことだ。だからやっぱり、このアリスちゃんが殺した緑は、まあ、日和そうは、人形だったんだ。だからアリスさんは、本当は殺人なんてしてないんだ。おー、よかった！なんかね、殺人犯として、ね、罪に問われてしまったわけだけど、実際、本当に殺したわけじゃなかったみたい。まあ、旗から見たら、人形なんて誰も思わないだろうから、人殺しなんだろうけどね。嘘だろ。そっか、アリスさん意図的に人を殺したわけじゃなかったんだね。いや、道理でなんか根っからいい人だと思ったよ。うわぁ、キモい！キモいって言っちゃった、ごめんなさい。まずったなぁ。いや、こっち見んなよ。ありえないミス、笑えないミスだ。君は許さない。アリス。僕の名前は、日和そう。どうせ、忘れちゃうんだけどね。
ざけやがって。アリスさん、一体どうしたんですか？アリスさん、グルだ。え、警察も検察も全てアスナロと繋がっている。そういうことになるよね。だっていろいろ調べるはずなのに、それでアリスさんが殺人犯として捕まってるわけで、で人形だっていうのがわかるわけで、ねえ、血が出てないんだからそりゃそうだよね。殺してないことって調べりゃわかることなのに、懲役になってるってことはそういうことだよ。な、何言い出すにゃ。血なんか出ていなかった。あの時のあいつは全てねじ曲げられ、俺は殺人犯として許せない。俺だけの不幸じゃなかったんだぞ。しましま。銀、悪いが、その灯籠を消してくれるか。その光を直視すると、頭が痛くてな。うん。大丈夫にゃ。少し、取り乱したな。これが失われた記憶。これが、アリスさんの失われた記憶、ですか。わからん。まだ何かあるような気がしてな。アリスさんが殺したのは人間の緑じゃなかった。ということは本物の人間の緑はどうやって死んだのか、それとも死んでないのか、果たして。じゃあ今戦ってる緑は。ねえ、いやー、怖いことですよ。衝撃の事実だわこれ。はあ、アリスさんとカンナちゃんが生きてるルートは確かに希望ルートなのかもしれないんだけど、真相に近づいてるのはソウ君とアリスさんが生きてるこっちのいわゆる絶望ルートだと思うんだよね。だから結果的にどっちのルートがそのトゥルーエンドになるのかっていうとちょっとわかんないよね。ハッピーエンドとトゥルーエンドなのかなっていう。まあバッドエンドはいっぱいあるからさ、そういう感じかななんて思ってはいるんですけど。いや面白い。アリスさんの過去ね、知れてよかったね。で多分灯籠でもう一回思い出すターンみたいなのがあると思うから、その時にまた記憶を思い出すことがあると思うね。ってことで今回はこれくらいで終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。おそらく次回とかからみんな灯籠で思い出すのかな。いつだったっけね、蘭丸くんになんか俺は皿以外だったらみんな殺せるぜって宣言されるのって。いやそれもね、早く見たいんですよ。楽しみですね。ということでまた次回、おつぴよでーす。